とりあえずはもう少し自分の立場を理解することから始めるといいかも。学園全体に広まってるけど、リンちゃんの幸せ指数全開物語。あれま、もしかしてリンちゃん不幸指数全開？まあ周囲の気持ちもわかるかな。リンちゃんただでさえ楓の件で睨まれてるし。楓さん、学園のアイドルですもの。学園中の男子が狙っているのに、学園中の男子が玉砕決定だもんね、楓の場合。で、新たなアイドルの登場に喜んだところで、またしてもリンちゃん。ああ、そりゃ石の一つも投げたくなるかも。婚約者候補になるほど好かれるようなことをした覚えがないっていうわけね。様のことですか？少しくらいでしたら知っていますけれど。まあ、わざわざ聞きに来られるということは、兄さんはやっぱりシア様のことを。まあまあまあ、気になるだなんて、そんな。
完全に入っちゃったかな。これはこれさえなければいい子なんだけどね。カレハも残念でしたっと。ご飯食べられそうですか？もし厳しいようなら午後は早退させてもらった方が。リン、シアちゃんとネリネちゃん、昼食一緒で問題ないよね？
やっとリン君と話せます。なんかここまでの時間がすごく長く感じちゃいました。私もです。いろいろとお話ししたいこともあったんですけれど、不思議ですね。いざお話しできるようになったらみんなどこかに飛んでいってしまいました。それは確かにですね。リン、殴っていいかい？でも、いいの？何がです？もっと盛大に、とりあえずリン、殴っていいかい？天に届くほど音高く。そのまま大人の人たちに発見してもらえるまで遊んでたんです。あの時のお父さん大ざめちゃってて、
もう少しで世界観戦争になるところだったんですよね。私もシアちゃんと同じです。お父様の付き添いでこの人間界に来て、そのままはぐれてしまって、気がついたらこの町に。そこでリン様に出会ったんです。リン、君はいつ源氏物語計画なんて高度な技を見つけたんだい。俺様も誘ってくれよ。ずるいじゃないか。つまり無意識に。いかが思われます、楓さん。目の前にこんないい女がいたにもかかわらずのこの仕打ち。私が何かされたわけじゃないですし、それに8年前なら私は何もできないと思いませんか。あ、こうしてリン君とお話できて、やっと実感が湧きました。人間界に来たんだなって。私もです。天使様にまたお会いすることができたのだと。思い出していただけたのですか。たとえ少しでも立派な朗報です。
激です。まあとんでもないライバルが出てきたのは確かみたいね。カエル、実に羨ましい状況だね。いい、殴っていいかい。記憶を失うほど情熱的に。でも凛くんの生活に無理に割り込むつもりはないんですよね。え凛ちゃん、凛様にはあくまで今まで通りの生活をしていただければ。あとは私たちの努力によるものですし、凛様がどなたに振り向かれようと凛様が選んだ女性ですから。それが私であったらいいな。アピール、手ごわいわよ楓。選ぶのはリンクですか。リン、とりあえずまだまだ恋人候補の身ではありますが、改めましてよろしくお願いします。まだまだふつつかものではありますが、よろしくお願いいたします。